ほんまにちょっと怖いの苦手な人は今日はちょっと閲覧避けてほしい。何、うん、て言うのかなぁ、穴場っていうか名所じゃないけど、ちょっとこう、赤い橋がこう、ダーッとかかってるようなね。で、パッと向けたら、あのね、ガ,ガ <ッ S 1> なってたんですよ。 どうも、ミリオネオンのウィディです。僕たちは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今回は、何とも言えないダークな雰囲気で始まりましたが、実は、夏なんで、迷、まあ、った !YouTube でするかなぜなら、怖いから。とにかく、怖いから。せっかくの夏、皆さんに一つお届けしたい話があって、カメラであった本当に怖い話。 タイトルでで釣りや思ったでしょソニーの値上げの話するんちゃうか思ったでしょそれも怖いよでも違うほんまにあった怖い話あの真面目にちょっと何ちゅうのほんまにちょっと怖いの苦手な人は今日はちょっと閲覧避けてほしい高評価だけ押してほしい見んでもいいから高評価だけ押してほしいほんま2本立てぐらいでいこうと思ったけど1本パツーンいってもしこういうのおもろいなと思ったらまたやってくれと冬に。 やろうと思うのでよかったら一本聞いていってほしいんですけどこれマジで話なんですけどあのね僕カメラ始めて3年ぐらい経つんですけどそれでカメラ始めたてん時ぐらいでなんかね α7S3 買ったてぐらいの時にあのね MV の撮影を、まあ、しますとでインディーズのアーティストの方やったんですけどしますみたいなでもこれインディーズやけどやっぱこう 気合入れて撮りたいんで、言って、かなり頑張って、まぁ、あ、ちょっと名前伏せますけど、ある奈良県の神社を終わってから借りたんですよ。で、そこで撮影するから、っつって、夜からってで、結構深夜で。んで、まあ、それね、季節、春と夏の間ぐらいで、まあ、ちょっと虫んでる、虫んでる ムシムシしだしてんな、みたいな。まあなんかそんなシーズンやったはず。でもめちゃくちゃ晴れてたんですよ、その日。で、めっちゃ快晴で撮影日和やな、みたいな。まあなんかそんな話をしながらね。で、みんなで、ちょっとまあ夜まで待機して撮影しようか、言って。んーで、夕方とか、まあそれまでもね、なんか昼のカットやら夜のカット、夕方のカットやら、みたいな。これ撮ってたんですよ。んで、夜いざ、 何時ぐらい ?8 時とか7時。まあ7時ぐらいとかにね、神社って早かったら閉まるじゃないですか。で閉まって。で、まあこっからちょっと、ほんなら取りましょうか、言って。で、準備してて。で、その、ちょうどそこの神社には、なんていうのかな、穴場っていうか名所じゃないけど、ちょっとこう、赤い橋がこう、ダーっとかかってるようなね。この場所があって。で、そこをこう、渡る。 みたいなのがあるんですよ。で、じゃあそこもね、なんかせっかくやったらお借りできたということで、まあ、二人組やったんですけど、の片一方の方が、橋に立って、赤い橋に立って、で、夜景のそのなんかちょっと神社なりなんなりを、ちょっと具体的に何があったかあんま覚えてないんですけど、なんかバックにして、ちょっと撮ろうかみたいな。あ、わかりました、みたいな感じで。撮りましょう、言って。で、 被写体の方立ってもらって、それまでずっと順調にね、まあ言うて、まあ暑かったけど、そんなに別に、まあまあ別にそんなに、まあいい,いい気候やなって言えるぐらいの夜やったんですけど。で、いざこう撮ろうと思って、カメラまあ確かジンバル乗したんかなジンバル乗して。で、いざ、ホワイトバランスね、合わせるじゃないですか。で、パッと向けたら、あのね、画面、 真っ赤かになっ赤なてたんですよこれマジで。で、うんって思って、最初なんか、設定間違えたんかなって思って、いや、いや、設定間違える、あるかなみたいな。まあ確かにカスタムって言って、自分でね、あの、ホワイトバランスっていうやつ設定してたんで、でももう別に視界はね、目の前、ね、もちろんその、通りたいものが広がってるわけやけど、そこ見ても別に、うん、普通の赤い橋があって、ちょっとこう、 街灯じゃないけどそんなんがポツンと照らされてなんでちょっとこっちで照明立てさせてもろってってみたいなであれって思ってなんかおかしいかなって思ってみたけどなんかやっぱり、うん、ケルビンも間違ってないと思うけどなんか変やからこれは何やろうたまたま自分のねその時は初めて間もなかったのもあるから経験不足でこういう時はちょっと色の設定違うんかなって思って。 で、それで、またこう設定して、やってみたんすよ。赤いから、まあもうちょい設定して、パッって向けたら、まためっちゃ赤いんですよ。さっきと変わってないんですよ。ケルビン変えてんのに。えってなって。これはちょっとおかしいぞってなって。でもね、まあ一応その時はお仕事でね、いただいてる話やから、ね、なんかそんな <laughs>、 画面真っ赤っかなんで撮れないっすっていうのもちょっとなんかその真っ赤っかっていうのももう真っ暗くれないに染まってるとかっていうよりはちゃんと物とか人とかは映ってるけど全部が赤くなってるみたいな感じやってええってなってこれなんでそん時なんかね怖い思いとか全然なくて何やろこれみたいな思いながらじゃあもうオートにしようって思って。 まあんまりやっぱりね、オートホワイトバランスって普段使うことはなかったんですけど、でももうどうしようもない。自分のね、知識不足やったら、もうしゃーないじゃないですか。もうこういう時はもうカメラの、で特にソニー α 7 s III とかね、全面にホワイトバランスを的確に測れるセンサーみたいなのついてるから、もうそこにちょっと一回、今回はちょっとここのカットだけ頼ろうって思って、オートホワイトバランスにしてパンダパッと向けた。また赤いんですよ。 うわこれあかんわー言ってでしゃあないもうそのね2人組の1人だけ撮ってたんですけど、まあ、僕らちょっと橋の離れた部分から撮ってたからちょっとさすがにあの橋立ってる側の人に「いや真っ赤かで撮れません?」って言ったらビビるやろうな思ってちょっと近くにいたもう1人の人に「すいません」言って「ちょっとな真っ赤かになるんですよね」みたいな。 はいみたいな。まあまあ、そら、そらそうなるじゃないですか。な、何がみたいな。ま、まあかか、赤かっていうか、その画面全部赤くなっちゃって、みたいな。はいみたいな。いや、ちょっとね、ちょっとリプレイで、まあ一応回しては見たんですよ。回してみたんで。で、それでね、ケルビンも、なんか何パターンか撮ったんですけど、ちょっとなんか赤いんですよね、みたいな。画面全体がみ、えー、みたいな。ええみたいな。 あーみたいなその人そこ奈良県の出身の人やったから「ええー」みたいな「そうか」みたいななんか心当たりあるんかなとか思ったけどなんかちょっと今夜やしなんかピーピーってこう虫も鳴いとる感じの時あるじゃないですかあの時やったからいやーちょっとこれはどうしますっていう意味も込めてまあ一回ちょっと撮ってみたんで見てもらっていいですかってパッつけたら普通に撮れてたんですよ。 これが僕が経験した今までで一番謎な話。マジで。なんでかほんまに分からんくていまだにあれ分かんないんですよ。で、かえって素材取り込んで見てみても全然普通の素材やったんです。でも明らかにモニターで見てるとき俺がモニターで見てるときは全然その取れたものと違う真っ赤っ赤なものが映ってた。 これななやろう,なっていうそんな話が一回ありましたっていうことですよ。というわけで、ミ了オようで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけども、今目指して10万人というよってめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったと思う方は、良かったなっていうか、怖かったなって思う方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録していただけると、大変嬉しく思っております。また次の動画でお会いしましょう。 ありがとうございました。